婦女級法医学教室一、岸田君は法医学を専攻する医学士であるその夜は彼は夜の十二時近くまで 官邸を裁判所から依頼された毒殺のののの死体の胃の内容の研究を続けていたその事件は妻女が官婦と同棲したい欲望から実 i を毒殺した嫌疑である警視庁としては十分に証拠もありまた自白も十分であると認めて事件を検事の手に移したのであるそして余震中に判事はその当夜 韓服が韓服と共に東京を離れていた事実を偶然発見したので、毒殺嫌疑も根底がぐらついてきたので、法医学者に鑑定を命じたのである。特に岸田くんが見せてもらった一件書類で見ると、被害者はどうも毒殺らしく思われなくなったのである。第一、その当や韓服のおらなかったこと。また、被害者は、 その日の食事を全く郊外で取ったことこの二つは警視庁の取り調べの根底をなしていたことと全く抵触するのであるただ一つ疑わしき事実は幹部があるつてを求めてある役師長からある毒物を手に入れたことその毒物の一部が被害者の家の勝手の棚の上に残されていたこととであった岸田君は もちろん鑑定に際しては全く学術的の検査のみを根拠とすべきであったので死体のいないようを検査したのである午後の12時になった時岸田君はごく微量ではあったがその毒物を証明することができたのである彼はとにかく胃の中にこの毒物のあった事実は否定することができなかったで彼は果たして その毒物が死の原因を成したか否やを調べねばならなかったのである岸田君は一人誰もおらぬ脂質へ降りていった冬の夜で外は真っ白に雪が積んで廊下へも吹雪は吹き込んでいた脂質まで懐中電灯で照らしながら行った岸田君は部屋の入り口の壁に取り付けてあるスイッチをひねったカチン と音を立ててスイッチはひねられたのであるが部屋の中からは光が漏れてこぬ彼はとにかく戸を開けた中は真っ暗で気持ちの悪い匂いが満ちている岸田君はもう一度スイッチを回してみたやはり明かりは灯らぬ岸田君が不思議に思って懐中電灯を照らして部屋の中を見た時 午後の8時に解剖に付した死体は全く影も形もない彼はもう一度懐中電灯を照らした時解剖台の下に動くものを見たぞっとして岸田君はまた懐中電灯を消した暗闇の中に何かうなる声がする薄気味の悪さに岸田君が二三歩退いた時 岸田君は目の前が突然明るくなるのを感じた停電していた電灯が灯ったのである冷水を背から浴びたように岸田君は驚いて部屋の中を凝視した解剖台の上には死体は確かにないそして床に動いているのは先ほど解剖の手伝いをした小遣いであった岸田君は大声を出して 大山と怒鳴った呼ばれた小遣いは初めて気づいたように目を開いたそして四方を見回してからのそのそと立ち上がった小遣いの足はまだ確かでなかった部屋の戸に取りついてかろうじて外に出てきた小遣いの腕を握った岸田君は小遣いの背を一つ強く打った小遣いはそのショックにやっと意識を取り直した 大山、お前はどうしたのだ私。と言って小遣いは岸田くんを見た。どうしたのだお前、今の死体がないじゃないか。どうしたのだえ、死体が小遣いは部屋を振り向いた。そこには死体はなかったのである。私は、 先生が解剖をお済ませになって、そのまましばらく置くようにとお話になりましたので、そのままにしておきました。そのままにしておいたと言ってもないじゃないか。お前は解剖室に倒れていたじゃないか。どうしたのだ小遣いは記憶を呼び起こすように首を傾けた。私は、 さっき先生の言った通り、あの胃を皿に乗せて先生のお部屋へ持って行きました。うん。それからそれから私はここへ帰ってきました。そしてそれからどうしたそして少しそこらを片付けていましたが、 それからあとはわからんのかへい<ー>。眠ったのじゃあるまいな。あれからって言えばもう3時間になる。そんなにいたちましたか。私はほんの10分くらいにしか思われません。もう12時過ぎている。へえ、12時 小遣いはガテンのイカのらしく、そこらを見回していた。それじゃあ、死体のことは知らないのだね。どうして亡くなったのでしょう。一度探そう。二人は解剖室に入った。部屋にはどこにも死体は見当たらなかった。ないぞ。大変だ。警視庁と裁判所に電話をかけろ。 岸田君はこう言って解剖室の戸を閉じて外からかく鍵を下ろしたよし俺も電話に出る二人は電話口に立った1時間は過ぎなかった数人の警官と判事検事が出張してきたそしてまず小遣いの話を聞いて岸田君の部屋を叩いた 塔の中には明かりが保っているが返事がない強く叩いてもまだ答えがない一人の警官が塔を開けて中に入ったそこには実験の器具がそのまま置かれてあって机の上には皿の上に胃が一つあるだけで岸田君の姿は見えなかったこういう次元なのに岸田さんが帰られるはずがないが。と 解剖に立ち会った一人の警官が言ったおられぬならばやむをえん解剖室を調べることにしようこう人には言って小遣いを顧みたその時小遣いは岸田君が解剖室の鍵を閉めたことを思い出した解剖室の鍵は岸田先生が持っておられますそりゃ困るな それならばなおさら岸田さんは帰られるはずはない小遣いはまた岸田の部屋に入ったそこには壁に白衣がかけられてあったそのポケットの中には鍵があったが妙なことには岸田君の帽子と上着とがちゃんとそこに残っている岸田先生はまだどこかにいるのです帽子があります 部屋に入った警官は、「なるほどここにある上着もある判事と検事は互いに顔を見合わせたガテンがいかん変ですねなどと人々は口々に言ったみんなは寒い廊下の吹雪の中を解剖室に行ったそして小遣いが鍵で戸を開けた時 いくつかの電気塔の下に全く何もなくなった解剖台を見たなるほど何もない一人の警官が中に入った続いて検事も入るみなみなはぞろぞろと入っていったあちこちと見回していた一人の警官が突然声を立てたここに血が垂れていますそれ廊下に続いている 人々はその,声の,方へ集まるその時奥の方にいた検事と判事は何か小声で言っていたが急に2人部屋を出て戸の前に待っていた小遣いに行った「お前は一時気を失っていたそうだがそれは嘘だろう」「お前が死体をどうかしたのだろう」と言った小遣いは身を震わせてどもりながら 途方もないお疑いです。私は何も覚えていません。そんなことをするはずありません。こう答えて小遣いは蒼白になった。その時、けんじは懐中電灯で小遣いの衣類を照らした。貴様そこに血がついているではないか？え。小遣いは自分の前を見た。 そこには血がついていた「へいついています私は解剖を手伝っていましたからその時ついたのでしょう」なおよく小遣いを見ていた検事は「貴様のその帯は誰のだ」小遣いは自分の腹を見た言われたとおり小遣い着の腹に見慣れぬ帯がある「へい」 これは私のではありませんそれ見ろそれは解剖した死体の帯じゃないかそうかもしれません小遣いがそう答えた時警官は2人ほど既に小遣いの両手を握っていた貴様は正直に白状しろお前が死体を運んだのだろういいえ 一覚えありません。覚えがなくても証拠があるよし君らはこの男を捕獲したまえ警官は小遣いの手を縄を出して結んだお前白状しろ検事はまた言ったまったく私には覚えありませんよし覚えがないならばないでいい。 誰か一人この男を注意していたまえ。外の諸君は一人はこの大学の門芸へ行って今日の午後8時後から今までの出入りの様子を聞いてきたまえ。特に12時過ぎて岸田さんが出たかどうかを聞いてくるんだ死体を持って出たらしいものはもちろんです検事はこう命令したから判事に行った 我々は死体の行方を探ります。あの小遣いの方をあなたにお願いしますこう言って検事は3人の警官を連れて廊下に続く血を頼っていった3動物室へ行く廊下で血は消えていた。 それから、戸外の雪の上に足跡が続いた。その足跡を訪ねて、人々は大学の校内を行った。お池のそばまで来たとき、その足跡は非常に複雑になっていた。その一つ一つを手分けをして人々は後をつけた。一人の警官が池の水端で大きな声を出した。あったあったここにありました その声は夜更けの吹雪の中に響いた人々はそこへ集まった死体は傾斜になっている池の端に捨てられてあった賢治はその死体を見た時一人の警官に命じた君はここに番をしていたまえ。命ぜられた警官はちょっと漏いした賢治は君が悪いねしかし 犯人はあの小遣いと分かっているのだから安心したまえと言った死体は全く裸体で下向きに雪の中に頭を下に足を木の根にして倒れていた吹雪はなお続いている検事は残りの警官を伴ってまた上に出たそして足跡を尋ねながらまた遠回りではあったが 終わりが動物小屋に終わるのを発見した。けんじは教室の中へ入って小遣いのいるところへ行った。どうです。自白しましたか？手帳に何か書きつけていた判事はそれを聞いて答えた。どうもまだ自白しません。死体は？ありましたよ。御池の端に。池に捨てるつもりだったらしいです。 幸いまだ自からは23弱離れたところにありましたそうですかその死体を運んだ足跡はこの建物から出てこの建物に帰ってきていますちょっとこの男の足と合わせてみましょうんじはこう言って判事と2人で廊下を先に立っていった小遣いはわなわな震えながら警官に引き立てられて後に従った 足跡は全くこの小遣いの足に符号した。それを確かめたとき、ケンが言った。見ろお前の足跡にそういないそしてお前は死体をあのお池に捨てようとしたのだ誰に頼まれたのか自白しろ私、一向覚えがありません。まだ言わぬか 証拠が上がったのだぞけんじはこう言ってから警官に命じたけんじはこう言ってから警官に命じた君らはあの池の端へ行きたまえ一人で寂しがっているだろうから <laughs> ハッハハハハハと検事とは寒さに耐えられぬので小遣い室の火のそばへ行ったその道に廊下で二人は話した あの小遣いが運搬したことは確実ですしかしどういう考えで小遣いが運んだのか分からんですなさよう私は小遣いが運んだことが確実となった今は岸田さんの不在なことが不思議に思われるのですそうです事件は迷宮に入るですな 岸田さんが小遣いに命じたという想像はまず御秒に終わるに相違ないが岸田さんの不在ということは何か事件に関係がなくてはならん2二人がこう話している時問題の小遣いは警官に連れられてきた検事はそれを見て「おい炭はどこにあるのだ?」と聞いた 小遣いは縛られた両手を上げて。そこのお箱です。と答えた。その時、門限を調査してきた巡査が入ってきた。行って参りました。死体用のものを持って出たものはありませんそうです。十二時後は、ただ我々の自動車のために開門しただけだそうです。判事が言う。うん。 それでは、岸田さんは帰らぬのだな。それから、ケンジ殿。赤門の近くに一人の紳士が、棒もなく、上着もなく倒れています。この言葉を聞いたとき、ケンジはすぐに立ち上がった。よしそれは岸田さんだ今すぐ行ってみるケンジはその警官と共に出て行った。雪はまだ降っている。 ちょっと出た検事はまた戻ってきて判事に恐縮ですがその男に聞いて死体を運搬する台を持って池の端から死体を持ってくるようにしてくださいこう言い捨ててんじはまた出て行った赤門に近く倒れていたのは岸田くんであった検事はそのそばによって息を聞いたそして息のあるのを見てまず安心して 胸を二つ三つ叩ふう,うと言って岸田君は目を開いた検事は懐中電灯を岸田君の顔に向けた岸田君は驚いてそれを見た岸田さん気が付きましたかええー、おや私は雪の中に寝ていますねこう言って 岸田君は立ち上がろうとしてよろけた。検事と警官とはその両手を押された。岸田君はかろうじて立った。君、背負いたまえ。警官は岸田君を背に乗せると歩いて小遣い室へ来た。それを見た小遣いは。ああ先生です、先生です。一体今夜はどうしたのだろう。 とがてんのいかぬ顔をしたほどなく池の端から死体が運ばれた、4. 小遣い室に火をおこして検事と判事と岸田君とは話していた小遣いと警官とは隅の方に立って黙っていた検事が言う そういうわけですから、小遣いが死体を運び出したことは確実です。何かこの小遣いの今夜の行動に疑わしいことはなかったのですか岸田君は全く意識を取り返して答えた。私が12時頃解剖室へ行った時、ただ意識を失って倒れていただけです。判事が言う。それで、 事件にあなた自身のことが関係あるように私には思われるのですがそれをお話し願いたいものです私はこの小遣いと一緒に電話をかけたのですそれから自分の部屋へ行ってあの死体から取った胃を机の上で調べていたのですがその後は赤門の前で発見されるまで全く記憶がありませんその後は 赤門の前で発見されるまで全く記憶がありませんこう答えて岸田君は腕を組んで考え出した妙ですねどうもわからん案件時は互いにこう言っていた5分も経った時岸田くんの頭の中には科学者としての意識が生じてきた そして、ある想像を起こした。私は、今、ある可能性を考えつきました。これは十分研究しなくては何ともわかりませんが、おそらく、私の想像は当たっていると思います。検事が直に聞いた。どういうご想像ですかいや、それはただいまは申し上げられません。今申し上げたは、 万一私の想像が誤秒であったとき、皆様の検証の邪魔になります。とにかくしばらくお待ちを願います。いつお分かりになりましょうさあ、それは何とも申し上げかねます。その私の想像は、あの死体の毒殺問題にも大きな関係のあることですから、なお十分に研究しなくてはなりません。 そうですか。では今夜はこの死体を解剖室に置いて私どもは引き上げますこの小遣いは同行させますがいいでしょうか必要がおありになるならばやむをえませんが研究の都合で今夜のうちにぜひやっておかなければならぬことがありますからその間だけちょっと手を自由にしてやってください承知しました 小遣いの手の手縄は解かれた。大山ちょっと俺の部屋へ来てくれこう言って岸田君が小遣いを伴っていく後ろから検事は声をかけたちょっと私にも立ち会わせてください誰かもう一人来たまえどうぞ岸田君はこう言って自分の部屋の前に立つそしてちょっと戸を開けて しばらく待った後、部屋に入った。そして大きなガラスの壺を探し出してから小遣いに行った。大山、今この胃をここへ入れるのだが、お前息をしばらく止めていてくれ。岸田君は大山に手伝わせて問題の胃をガラス壺の中に移して、蓋をしてまた籠を垂らして外との空気の流通を断った。 これを氷部屋に運ぶのだ。岸田君は、こう命じての地、検事に言った。いや、お待たせしました。いずれご報告いたします。氷室へ。もう小遣いには用はありません。どうぞご同伴くださいまし。判検事は、大山を伴って自動車で出て行った。 岸田君は広い教室にたった一人残ってしばらく考えていたが小遣い部屋の小遣いの着て寝る布団を引き出して図書室から本を23冊持ち出してその中のあちこちを一夜中読んでいた三月後の学会において岸田君は興味ある研究を発表したそれはある毒物が死後ほどなき死体の胃の中に入れられる時は 特殊の分解を起こしてその分解産物を気体状態で吸入するときはまず錯覚妄想を起こし次いで意識の混濁を起こすという研究であるこの研究は吹雪の夜の出来事を十分説明するに足るものであったが死後直ちに胃中に注入せられた場合にのみという特殊の条件があったために かの死体に対する毒殺事件はいよいよ迷宮に入ってしまってついに証拠不十分という裁判に最もありきたりの判決に終わってしまったかくてこの事件の結果もまた真理の探求は刑事課の学科が刑事上の学科よりもより進歩していることを証明したのであった 刑事カミソリ刑事は鋭利な頭の所有者なるを仲間から承認せられると同時に自らも頭脳の名便を自負している男である職務の性質上独身であるべきを信じまた他人の出入りを鍵一つで防ぐことのできる西洋づくりの下宿屋に連綿として住んでいる男である1ヶ月に23夜しか 彼は下宿屋へ帰りきぬほど職務に忠実な刑事である大暴風の夜10時近く彼は1か月ぶりで下宿に帰ってきたびしょ濡れのまま入り口の戸を開けた彼は帳場にいた番頭に一言を浴びせた「おい俺は今夜秘密の仕事があるから決して誰にも俺が帰ったことを話してはならんぞ」それから、 もう30分過ぎたならばサイダーを1本俺の部屋へ持ってきてくれ君自身持ってきてくれ女中じゃダメだぞ確かにいいか彼はそういうや否や主張のごとく廊下を走って回り回った奥の一間の前に立ったその辺りは廊下に明かりがないので真っ暗と言ってよいほどである彼はポケットから鍵を出して 鍵穴に入れてねじるじーっと陰鬱な音を立てて戸が開かれた部屋の中から生暖かい気味の悪い風が来る彼は手探りで電灯のスイッチをひねる案外明るい電灯が灯るその時彼は突如また飛ぶがごとく部屋の戸に近づいてこれを中から閉ざした そしてその閉ざされた戸に寄りかかったまま室内を見回した部屋はがらんとして何者もないただ中央の丸テーブルの一つと椅子の一つおよびテーブルの上の白紙二三十枚インキスタンド一つペン軸およびペンが室内の備品である壁は薄黒く窓はただ一つ二尺ほどの小窓が それも厚い布の窓掛けに隠されているち、ッを閉めてから電気をつけるのだった彼は心中の不安を口に出すしばらくの静寂に次いでゴーゴーと戸口を吹く風の音がものすごく部屋の中にまで達するふと彼は何事かを思い浮かべてポケットからまた鍵を出して部屋の戸を中から鍵を下ろした そうして、かろうじて内心の不安を押し隠して、椅子の方に進んだ。そして、その椅子を両手で部屋の隅に運び、さて、ドアと小窓とに鋭い眼光をちらと投げた後、万年筆をポケットから出して、一、二回陰気を振り出した後、机の上の白紙を自分の前に引き寄せた。もちろん彼は立ったままである。十分ほど、 彼はペンを持ったまま白紙をにらんでいた彼の脳内には何かが醸されているに相違ないペンが動く白紙の上にはある図面が描かれるその図の右肩に字とも絵ともつかぬ符号が記入されるカタカタとネズミが天井を走る彼はヒヤッとして 右手でその符号を隠してドアの方を注視するその時初めて彼の頭脳にネズミの走る音であったことが安心を沸かしめる安心が油断に移行して彼の神経の緊張の緩みをきたしたその瞬間突如として戸を打つ音がする彼は甚はだはしく老狽した 彼は髪の上を両手でバタッと押さえながら音のするドアの方を不安に満ちた目で見た一秒二秒彼の顔面には自らをそしる笑みが昇るその笑みが消えた時はすでに彼の心は平静に帰して右手はすでに電灯のスイッチにくれていたカチッ 伝統が消える。暗闇。その暗闇の中を、彼は靴音を立てて戸に近づいた。誰だへい、番頭でございます。サイダーを持って参りました。よし、戸の外に置け。そしてお前はそのまま帳場へ帰ってしまえ。分かったかへい。 彼は暗黒の中で戸に耳を押し付けて番頭の足跡の遠のくのを聞いていた足音が全く消え去った頃またゴ々と戸外で暴風が荒れだすパタリ暗黒の中の床の上に物の落ちる音がする彼はその音を聞くとともに前の夜のことを思い出す 血が天井からパタパタと滴る地下室に一夜を過ごしたのである今夜は血ではない雨漏りだ彼は心にこう思いついてそっと戸の鍵穴に鍵を入れた戸が二三寸額彼はその隙間から盆の上に乗せて床の上に置いてあったサイダーとコップ等を部屋の中に入れた 再び戸が閉ざされる暗黒の中をサイダーの盆を持った彼がテーブルに近づく語りと盆が置かれる続いて伝統が灯る室内は隅々まで光が及んで彼の頭には微笑みが満ちる彼は部屋の隅から椅子を運んでくるそしてその椅子に腰を下ろすほどの平静を得て 彼はまた紙に向かってペンを動かし始めた二十分ほども彼はペンを取っていた第一枚目を完成した彼は次の白紙に向かって熱心に細字を書き始めたそして第三枚目が終わり近くなった時彼の脳が混乱したと見えて一二行を抹殺したそして新しく一字を書かんとペンに力の入った時 呆然物の破裂する音に続いて液体がザーザーとテーブルの上を流れ相次ぐ瞬間にはすでに部屋は暗黒の世界となっていた郊外は風雨の防御にあらゆるものが打ちのめされている暗黒の室内に右手にピストルを持って立っているのは彼である やしくも動くものあらばじかにうたんとする身構えである何秒を過ぎたであろうこの室内の全ての緊張がやや緩んだ時じじっと最小の微音が聞こえる彼の耳にもその音が達したサイダーの泡の消える音であるサイダーが机の上を流れているのである 突如彼の頭脳にひらめくものがある。彼は暗黒の中を手探りでサイダーの瓶を探した。突如彼の頭脳にひらめくものがある。彼は暗黒の中を手探りでサイダーの瓶を探した。その瓶が彼の手に触れたとき、彼はそれを右手に握って一二度振り動かした。まだ残っている。よし。 彼はその瓶を握ったまま暗黒の塀ごとを開けたそして廊下に出てまた戸に鍵をかけるやいなや廊下から中庭を通り非常口から往来に出た暴風は車軸を流している2警視庁の分析室で 彼と技師とはサイダーの瓶を前の机の上に置いて語っているつまりこの瓶の中の液を分析してくださって何か有毒物があるや否やの点ともう一つなお重要なのはこの瓶中の液があるガスを発生して普通のサイダー瓶の線を飛ばしてしまう力のあるものであるかどうか調べていただきたいのです。 特にある液体を入れて線をしてからおよそ30分後に線を飛ばせる工夫がしてあったかどうかその点をご研究願いたいのですわかりました普通の線を飛ばせるほど強力な張力のあるガスを発生する液であったのかという点と有毒物の含有の点ですねそうです何分お願いいたします一つできるだけ早くお願いしたいのです ならば2、3時間中にお願いしたいのですが、私の今関係している事件は相当に重大事件なのですが、それを私が骨を折っていると知って、犯罪者が私の捜査の邪魔をしようとして仕組んだことなのです。なるほど。では早速取りかかりましょう。彼は技師室を出て刑事室へ入った。 そして手下の刑事と案外のんきに浮世話をしていたその時二人の巡査が入ってくる連れてきました彼はその時巡査の後ろに真っ青になってブルブル震えている男を見出したいやありがとうでは隣室で待ってくれたまえ巡査と他の刑事とは隣室に去る彼は 何者をも見ぬかではおかぬ眼光を持って男を見据えた「おい番頭あらかじめ断っておくがここでは俺は下宿のお客ではないぞそれから今俺の聞くことをすっかり正直に話さぬと貴様の損になるぞいいか」番頭は唇をブルブル動かしたが言葉にならなかった「番頭」 貴様は誰に頼まれて、ああいうサイダーを俺の部屋に持ってきた彼はこう言って、番頭の顔面のいささかの動揺をも見逃すまいと努力した。へい、あなた様が持ってこいとおっしゃいましたので、持って上がりました。バカめ。俺はあんな仕掛けのあるサイダーを持ってこいとは言わぬぞ。彼は仕掛けという字に特に力を入れながら、 番頭がビクッとするのを心待ちにしたしかるに番頭はただ呆然として彼の顔を眺めているのみである隠してもダメだぞこっちではちゃんとわかっている貴様は誰かに頼まれてあのサイダーを俺の部屋へ持ってきたのだ大抵に白状をしたらばどうだどうもわしには一向何もわかりません 一体サイダーが腐ってでもいましたでございましょうかわからんなら話してやるあのサイダーは自然に破裂して線が飛ぶように仕組んであったのだその上に毒が入っていたのだへえそれはまたどうしたわけでござりましょうか彼はこの番頭が全く事件に無関係なのを大体想像した 知らんならば知らんでよし一体あのサイダーはいつどこから取ってきたのださようでございますあれは今夜一ダース角の三河屋から持って参りましたのですが誰が持ってきた小僧が持って参りまして勝手口はもう閉めてありましたので玄関へ持ってきました かごの中から小僧が一本一本出しましたのをその中から一本をお部屋へ私が持ってまいりましたフン <laughs> して小僧はどれか特に一本をお前に渡したのかええー、その時私は買ってからボンとコップを持ってきていましたので手を出しましたならば小僧は一本電統で透かしてみまして ああ、よく住んでいると申して私にそれを渡しましたうん伝統で透かしてから渡したなへえ<ー>彼は立って部屋を出た番頭1人1時間近くも待っていたドヤドヤと話し声がして彼を先にして34人が部屋に入ってくるおい番頭 どの小僧だ、サイダーを持ってきたのは。三河屋の主人と三人の小僧がブルブルしてそこに立っていた。ええー、あれです。指さされた小僧はいよいよ青くなった。こら小僧、正直に言え。お前は誰かに頼まれて仕掛けのしてあるサイダーを持ってきて、それをこの番頭に渡したろ。う。貴様は、 一ダースの中一本だけ伝統に透かしてみて番頭に渡したろう。誰に頼まれたのだか言え。小僧は歯の根も合わずにしばらく彼の顔を見ていたが。わしは、濁ってると叱られるから調べただけです。と、恐る恐る言った。おおそうか。なるほど。 彼は簡単したしその時部屋の戸をトントンたたくものがある彼は立って戸に近づいた戸が開いて分析技師が立つ技師と彼とは戸のそばで話す別に変わったものは含んでいませんよ線が抜けたあとなので確実には言えませんがそんなに都合よく圧力を出す仕掛けはできそうもありませんよ 彼は拍子抜けがしたとあの破裂の時に突然電線を切ったものがあると感じたこともやや疑わしくなってきた停電だったなと気がついた時彼は番頭と三河屋んに言い放った「よし今夜は皆帰ってよし俺も帰る」「一緒に自動車に乗って行け」